さ、ここで向こう渡って、ここもね、この間前回撮った時はね、やっぱり来光川と大和川が合流するとこがなんかそのちょっと先にあるんだよね。この間の、あ、そこそこ。そこでさ、見てきてみようか。これ大和川で、こっちからね、来光川だったと思うんだよ。ああ、でも、ちょっとよく、来光川は二手に分かれてるのかな。何川だっけな。冷川じゃなくて、来光川。なんだっけな。こんなに来光川、あっちでもこっちでも合流するんかね。なんか橋の名前はあったけど、川の名前はあったかな。何川だったっけな。平成7年5月完成。何がだろう、ここ埋まっちゃってわかんねえな。これ何がだったっけかな。ここで合流してんですよ。右から来てんのが大和川で、これ何がだっけな。何がだっけな。平成7年5月完成。夏ネギ川、ニコニコ橋。見えてる？夏ネギ川。夏、梅、木、川、ここに、ニコニコ橋。あ、ここ本当ニコニコしたんだね。ラララララララ。はぁ、熱い。流れてんだか、まだ何言ってんの。歯がねえんだよ。何しました、報告。報告。夏ネギ川って言うんでした。夏ネギ川っていうのが、ニコニコ橋。じゃあ、地を行くわけだ。こんな明るくない。もう二絞りぐらい。一絞り半は間違いなく暗い。こんな明るくない。こんな明るくない。ね、これ大和川を北へ行くと我が家。あとね、ここで合流してるわけですよ。で、これでヒューって行くと三島二つ。あそこが神社かな、そっちはお寺かね。これは何橋っていうの。中村橋、俺の橋だよ。中村橋。中村橋を、ジョルゲということで。この木、何の木、神社の木かな。こんな明るくない。一絞りは暗い。路肩注意。さっき20分でも30分ぐらい歩いたから、今、6時50分ぐらいかね。前から誰か来るよ。
ういった感じで、この辺はちょっとあんまりそんなこと言っちゃうだろうけど、まあいいかもね。なんか特徴的なんだね、これ。なんだろう。風見鳥、風見風車っていうのかな。電気つかないの？もう暗いよ。あ、これはね、ちょうど見た感じの色に今映ってんね。今ちょうど見た感じの色。あ、でも橋3つぐらいなんつったけど、もう3つ過ぎたよね。例えばこれ歩いてって橋のたもとに、あの橋のね、橋の対岸の、対岸っていうの、対岸じゃないね、橋の向こう側の角に、あの変電所の鉄塔みたいなのがさあるわけよ。うん、君は疲れるってこと知ってるよ。何度も休憩したよ。足痛いの？痛い、うん、なんで歩けんの？うん、歩かないとまいかないじゃん。そういうこと考える人は歩かない、うん、あ、寸図線ね、さっきまたいだから今そっち通ってんだよ。もう少しこれ今こう川がこういってんじゃん。で、あのだん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 、あの三島二日町の駅に近くになっていくんだよね。うん、そこがちょうどあのここまで釣り禁止っていう下川原橋、うん、あの鉄塔じゃないね、もう一つ先の鉄塔かな。今見た感じはちょうどこんな感じだね。ゴージャス。あなた歩いてるばかりねえよ。それは誰？私です。絶好のあの写真、あの日和っていうの、うん、でもここに出すとゆるくしたい。こっちコロ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 でも畑だからね。でもここはあの水路の石の角、コンクリートの角なんだね、うん、でもここはね8メートルぐらいね、風が抜ける抜ける川に沿って、畑だから風が抜ける抜ける、はあ、風が抜ける、これ取るは取るでいいけどさ、もういっぱいになって、編集ができないんだよね、編集が。それがね、それが悩みの種じゃん。カッカッカ、カッコマン、カッカッカ、カッコマン、カッカッカ、カッコマン、カッカッカ、カッコマン。夢見るわ。憧れのカッコマン、うカッコカッコッコ、バカなの？控えめ、笑われちゃうがね、お家があんじゃん、なんだよあいつは、通報しとこうかな、怪しい、猿顔だし、あれはかくまるぜやってんな、危ねえな、かくまるぜやってるよ。
P のかけるソフトを持ってる人はいいね。俺の場合は切るしかないからね。切るかもうにするか、動画を切っちゃうか、その部分ね。ありがたいよ、これさ、YouTube やる前まではさ、Mac のパソコンに入ってる、iMovie でさ、動画いっぱい編集したんだよ。うん、いつの日か君たちはこのことを知るだろうってさ、ね、いつかインターネットまたできる日が来たらこれアップしようかななんて作ってた時代があったんですよ。この2015年あたりからの5年ぐらいかな。で2020年の5月からインターネット始めた。妹のおかげでね。妹の援助で。お兄ちゃん、ただ寝てるだけでもつまんないでしょ。これ見て。そうだね、10年ぶりにインターネットで来たの。ちょうど見えた感じはこんな感じだね、今。あ、あそこに橋があるじゃん。あ、鉄塔があるじゃん。あそこだと思うよ。あ、多分あれだと思う。違うかな。でも、鉄塔ずっとあんかな。でも、いずれにしても、あれか、あれだと思いたい。もうくたびれちゃった。休憩したら、やだ。歩ける時に歩いておかないとね。でもさっき飲んだのでね、ちょうど2リットルの水が1リットルぐらい残ってるかな。だからあそこで切ると思うんだ。下河原橋行って、なんだっけ、こっから釣っちゃいけませんよの看板のとこでさ、そこで一旦切って水飲もうかなと思う。もう飲んだこれ。フォトジェニージェニー。ゴージェニーゴーゴー。ゴージェニーゴーゴー。ジョニーリーゴー。ララカラララララカラララカラララカラララ。コッキャブキャブキャブ。酒飲んで飲んでねえよ。だけどな、寒くなってからだよ。痛くなるかね、また。でも夏はさ、酒の買う必要もないからさ、ほんと助かるよ。あ、なんかいい匂いしてる。油を使ってる料理はね、美味しい匂いがしてる、今日の経費はね、三島駅南口から伊豆に行ったまで240円。これで神奈川の合流のところのセブンイレブンで270円ぐらい。だからここまで300円として200、だから500円ぐらいか、経費500円ぐらい、多分それだと思うよ。多分それだと思う。もうここが伊豆、須賀町、あ、三島須賀町かだと思う。そこ当たったな。見え悪いな。ただ多分それが下河原橋だと思います。だと思います。台場から一駅だからさ、伊豆に行ったまで結構あったね。
2キロか3キロ歩くのに1時間以上かかってんの。ここは来られないと思うよ。信号もないし、ここだよ、ここだよ、ここだよ、間違いない。うん、これが下河原橋だと思うよ。読めないと思うな、真っ暗で。車が来ればね、読めないかね。どこだ、どれ、これん、どれだ、よくわかんねえな、どれや、ん、暗くて読めない、全く読めない。下河原橋って書いてある。車がね、ひよっと来てくれて、ヘッドライトで照らしてくれんと瞬間わかると思うけどね。下河原橋、これがあるから、この近所に住んでる人は、そうだよ、お前の言ってことは正しいよ、お前もたまにはいいこと言うなって、もう嘘ばっか言ってんじゃんって。あの車の明かりがどっち行ってくれんかな、左回ってくれんといいかな。でミサイルなんか飛んでこない日本です。ちょっとだな、見えるかも。見えたかな、見えたかもしれないと思って、あ、もう一台来た、もう一台来た、ね、まあ、俺も嘘ばっか言ってねえんだよ嘘ばっか言ってんなって。で、この住宅街をこうこっちの方行くとね、三島筒香町で、ここに看板があるわけですよ。この、ね、駅の方行く道のちょうどところに、金力玉のつことはできません。神川橋から下河原橋。